シラゴル TV さん、建築関係の経営をしてるんですが、このご時世募集をかけても人が入ってきません。せっかく入社してくれてもだいたい1週間から半年経たないで無断で辞めていく人がほとんど。そうなんだ。僕自身何がダメだったかいろいろ考えてるんですが、どうしたら長続きしてくれるようになりますかね。建築なので残業たまにあるし、後期と元請けから無理言われる時もあります。僕自身も毎日現場に出て社員と一緒の時間働いて、事務仕事は帰宅してからやるようにしています。大変だね。どうなんだろうね。辞めちゃうのはやっぱりお給料とかもらってるものよりも仕事がきついなとか、なんかわかんないけど教えてもらうことがいっぱいあるけどなかなか覚えられなくて、しかも厳しくて怖いなとか、そういうのが多少ずつあるんじゃないの。なんかね、そんなの難しいかもしれないけど、やっぱり楽しい気分で仕事できて、しかもいいクオリティを保てるように、おい、お前これやっとけとかっていうことよりも、何々くん、これちょっと一緒にやってもらえないかなとか、助かるわって、何々くん来てから助かるわって、この作業、もうちょっとこうやってやるとすごく効率よくなるし、綺麗に仕上がるからいいよとか、なんかね、ちょっとうまく褒めたたり、褒めつつ、うまくコミュニケーション取ってっていうね、なんかそういうのが大事なのかな。一週間でやめるって相当嫌なことがあるんだろうなと思う。やっぱきついからなのかな。なんとも言えないな、現場を見てないからな。なんで辞めちゃってんのか、やっぱ辞めた人に聞いてみるのがいいんじゃない。なんでうち辞めようと思ったのつって、なんか嫌なことあったつって、辞める人にみんなに聞いといたらいいんじゃない。そしたら、ああ俺ってそうなんだとか、うちの会社ってそうなんだ、他と比べてそうなんだとか、なんかそういう知識がたまるじゃないですか。まあ言いにくいのかもしれないけど、あの社長さんに言いにくそうだったらさ、女性のスタッフさんとかに、あの今後のためにちょっとヒアリングだけさせてもらっていいですかつって、辞める理由とかだけ教えていただけると嬉しいんですけど、どういうことが一番良くなかったですかねとかつって、それを聞いてみたらどう。